チェース。テリータです。もうね、秋ですね。もう夏が終わってですね、秋遊びに行きたいんです。そんな時は見てください、ホンダのですね N 版のクールフルタイム 4W ターボ。ちょっと見てください、これほらセンターピラーが全くない、この視界の良さ、ほらここ見て、もうまさにこれは何を意味するかというとですね、この K でありながら何の改造もなくですね、こうやってほら簡単に乗り込む。ほらもう今ブーツ履いてるんですけど、ブーツを履いたままほらこれですよ。だからね、多分身長関係ないな。普通だいたいね、こういうのって身長180センチぐらいの人がいっぱいいっぱいなんですけど、これだったらね2メートル2、30、オーバーして持ったことも平気です。さあここからですねフルフラットにしてみたいと思うんですが、まず最初はですねこれですね、あ、これは取れました。取れたらですね、これをどうしたらいいか、これをですねちょっと見てください。この横のドアの横のここにこうやってほら、ここにほらかっちり入るようになって、でここでですねこのこれバンドでこうやってね、ここですか、ほら全然動かない。じゃあ続いてですねこれをですねこう倒します。ほらで次倒したらこれ、これをこうやってほらやって前にほら、あ、簡単じゃないですか。次はもちろん同じようにですね、ほれこれもよくありますよね、これを、あ、もうこれでいいんだ、でやってこれをほらベロみたいになってますよね、これをビョンとやってここにこう乗せるだけで、ほら、あ、簡単。ここからずっとフルフラットになっちゃう。今私ですね初めてやったんでちょっと時間かかりましたけど、慣れたらもう1分以内にできちゃうから、雨の日なんかでもね全く問題ないということで、本当に走りいいね、十分ですよこれは。これでもう全く問題ないですね。乗ってきました、 N 版。走りはもう大人気のね N ボックスに変わりません。高速道路も全く問題ないと思います。これもう一つ大事なのはですね、これやっぱり遊び心満載じゃないですか。遊び心満載っていうのがまたね怪しい言葉なんですよ。なぜかっていうと、何をしていいか、遊ぶ身体能力があなたにありますか。そうです、お願いします。